出題されるものの意味がずれてるってことが結構ありますね入試にはほぼほぼ出てこないけど TOEIC に出てくるオーダーの意味って言ったら何か浮かぶか分かります、ね、リスニング対策どうしたらいいですかっていっぱい声があるんですけどまず で始まりまりしたもう一つチャンネルですあれ今回どうしてここにいるのって思うかもしれないですけどそうですね「ただ呼び」のスタジオにいるんですがそうですトイック講座がですねただよびスタートしましたので是非ですね皆さん見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。概要欄貼ってありますので是非見に行ってください。 今回はですねそうです単語の覚え方っていうのさどうしたらいいんだろうって思ってる人多いですよねそうだからそこをねきちんと話そうと思うんですがそうなんですトイックのための単語と大学受験のための単語っていうのはかぶることは多いですよもちろんかぶることは被るんだけれどもちょっとやっぱずれるところも多いしだからそのずれを補正するというかそのずれに対処するために覚え方を変えなきゃいけないところとか あるんですよ。で、それがどう違うのかっていうのを具体的に話していきますね。そうだからトイックのための単語とは一体何なのか、そしてそれを覚えるためにはどうしたらいいのか、トイックで点数を取るための単語の覚え方っていうのはどういうことなんだっていうのを説明していきたいと思いますね。そのたたびのねこの講座開講されてそっち見ていけばあなるほど受験ではこうだけどあトイックではこうなんだっていうのがいっぱい出てくると思います。あとはね勉強法の本にもね書いてありますので、えー、そちらねこの長い英語が苦手で で高校時代にハマった僕は超夢中で英語学して英語コーチになってトイクランドある程度やって80回も取った超効率英語勉強法とかいうクソ長いところにも書いてあるんですけども、でまずまあ大学で単語帳をまあやっていくと思うんですよ。えっとトイック用の単語帳をやった方がいいですかとか大学受験のもので足りますかとかってくるんですけど、いや圧倒的にトイック用のものをやった方がいいです。大学受験のものだとさっきも言いましたがズレがあるので、そっちの意味で覚えてても意味がないよとかそんな単語出ねえよ。 っていうのがいっぱいあるのでトイックに特化したものをやるのをお勧めしますでやるときはまあ大学受験と同じように優先順位はつけてくださいねそれは大事です絶対、えー、優先順位ってどういうことだったら覚えた覚えてないの印をちゃんとつけてくださいね それをつけないで勉強してっても単語帳なんか意味ないですからきちんと覚えてるのか覚えてないのかちゃんと分けてってください、ね、そうだから覚えてないものだけを優先して繰り返してください覚えてるものを何回も何回もやっても意味ないでしょ大学受験もトイックも変わりませんこののの単語帳のやり方っていうのは変わりません、まあ、詳しくはいろいろねぐるぐる勉強法とかって説明してますけどそういった感じでやるのはこれは変わらないじゃあどう変わっていくのかっていうわけなんですがまずですね意味 意味覚えていくんですけど出題されれるものの意味がずれてるってことは結構ありますねえどういうことって言ったらえ例えばえこれまあ「ただ指」のね普通の授業でもやったんですけど「オーダー」って意味がいっぱいありますよね。順序だったりとか秩序だったりとかえそういった覚え方がたくさんあるんですがトイックだとどの意味が重要になりますわかりますか とまあ、注文でしょうね。注文がよく出てくるんですけど、入試にはほぼほぼ出てこないけど、toeic に出てくるオーダーの意味って言ったら何か浮かぶか分かります。浮かばないですね。そううこです、ね、注文品なんていうのがありますね。注文してる品のことも出てきたりしますね。そう、こういうズレを直していかなきゃいけないわけなんですよ。で、さらに当然リスニングが重要になってきますから。音。 ね、きちんと音を知っていかないといけませんもしあなたがずれて覚えてたら聞こえないでしょそういうことですリスニング対策どうしたらいいですかっていっぱい声があるんですけどまずそもそも表現知らないでリスニングをやろうとなんて思わないでください知ってればリスニングはできるんですよその表現知ってれば聞こえるし知らなきゃ聞こえないわけですからだから当然その意味を知らなきゃいけないその音を知らなきゃいけない、ね、音と意味が一致するようにたくさん覚えていけばそれは勝手に聞こえるようになりますからね まあもちろんいろんなね音がくっつくとかそういう対策はありますけどもまずはそれができないと話にならないわけです例えば結構基礎単語ですよねえ。でもこいつも間違って覚えてる人いっぱいいるわけじゃないですかそう。パーチェイスって発音してる人いっぱいいますね。パーチェイスパーチェイス。だからこれポーチェイスって出てきた時に聞き取れないわけですよ。間違って覚えちゃってるから。購入するとか、購入。知ってるよね。このそうそうそう。言い換えられるものって言ったら、そうしてますね。そうそう。バイとかっていうので。 出てきたりしますよねそうでこれがもう一個のですね非常に重要なポイントになるんですが TOEIC、えー、やるときはですね様々な言い換えを覚えていかなきゃいけません入試でも言い換え知っておいた方がいいんですけど大学入試の場合って結構複雑な文があってそこの文を きちんと読み込んで、ああ、こういう意味になってる。だから、この選択肢が正解になるんだっていうふうになると思うんですが、トイックっていうのはですね、情報処理の問題なんで、パッパパッパッパッパやって、ボン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 答えを出していかなきゃいけません。えー、大学入試でやるようなスピードでは間に合いません。むしろ、ああ、こここういう表現出てて、ああ、これが選択肢はこれに言い換えられてるって分かって、ボン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 解いていくっていうのが、それが正しいやり方になるので、なんで、パーチェスって言ったら、ああ、すぐに倍っていうのが浮かぶようにしないといけないわけなんですよ。これが非常 非常にに重要になってきますこれは単語レベルだけじゃなくてフレーズレベルでも大事になってきますので知っておかなきゃいけないですね。それぞれの単語にそういうことがいっぱいあるわけです。例えばパーチャスだったらこの言い換えを知るしえ、さらにはこの注文品と同じようにこれ購入品っていう意味もあるんですよ。ね、これ知らない人がすごく多いですね。そしてコロケーションですね。コロケーションですね。単語と単語の相性のことです。これも覚えていかなきゃいけません。え例えば 今あったこのオーダーとパーチ s スだったら place an order 注文するっていう表現を知らなきゃいけないでパーチ s スだったら make a purchase っていうふうに オーダーはあ、プレイスと相性がいいパーチェスはメイクと相性がいいですねこういうのをコロケーションって言います動詞と名詞だけとは限らないですねいろんなパターンがありますね動詞と副詞とかいろんなパターンがあるけどこれをストックしていかないといけませんでこれをストックしていけばパート5 とかパート6っていうねこの穴埋めの問題があるんですけどそこをバカ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 すぐに解くことができますすげえ長い文があってですねえー、何これって思うかもしれないですけど実はちゃんとコロケーションですね5と5の相性のとこさえ気づけばスッと答えが出るっていうのがいっぱいありますなんでそこの対策をきちんとしてくださいで、えー、さらに避けられないのが品詞ですトイックっていうのは品種問題がよく出ますね 元々はライティングのの力を試すって言ってて言るのでそ、今ねトイックのライティング自体もあるんですけどトイックスピーキングライティングっていうのがあるんですけどもともとはトイックだけでちゃんと書く力とかを見ますよって言ってたのでそうそう書く時って品詞ってとっても大事なんですよ間違って書いちゃう人いっぱいいるのでだからこれができるようにするって言ってるので品種問題っていうのがいっぱい出るわけです大学入試よりも圧倒的に品種を聞く問題がたくさん出ますね。 なのでこれから逃げられませんそれだから品詞が分かりません私はもう嫌ですみたいな、ね、そんな品詞状態みたいな人だとダメなんですよ必ず品詞はやっつけないといけませんで具体的にどういうことなのか,そ,うだからそれも一緒に覚えておきます例えばこの参考書で挙げたのは「コンピート」っていう単語がありますでこいつら意味音言い換えコロケーション品詞っていうのとくっつけて覚えておきますまあ最初は意味でいいんですよ、ね、競争するでいいですねコンピート知ってますねそれで構いません で、音もコンピート大丈夫だってですね。コンペ e とかにやってちゃダメですね。で、そこからあコロケーションも覚えなきゃいけないな。コンピートウ t ズとかってねなん。誰々と競争するとかっていう風になって、えー、覚えていったりするわけなんですが、その後に品種の知識が必要になってきて、はい、コンピートといえば別の品種に変えてみましょうって言ったら、分かりますかコンペティションとか競争ってやつですね。他に変えられます はい、コンペティティブなんていうのがあるんですねで、えーまあ。イオンで終わってるやつというのはだいたい名詞ですね。でコンペティティブイブで終わってるやつは形容詞なことが多いですね。えー、こういうふうにああ名詞だ形容詞だっていうのはですねさらにはコンペティティブって言えば LY くっついて副詞になりますね。そう,いうことです こういうふうに派生語とかって言われたりもする時はありますがこうやって別の品種も覚えていかなきゃいけないですねこの品種も覚えるっていうのが大事になるわけですでさらにこいつら言い換えっていう知識をつけましょう「カンペティティブ」って別の言い換え何になるか分かりますこれ競争的なって覚えちゃってるでしょ意味あなたたちは競争的なと覚えるわけですよそれは入試でそう覚えてるからでもトイックで出てくる場合は「安い」って意味ですねこいつね 浮かばないいでしょそういう,ふうに、うん、だから安いって言ったら、はい、何があか分りますチープが浮かびますね。チープ、トイック、出ないですね。はい、でトイックだったら、アフォーダブルとか、リーズナブルっていうのが、これが安いですね。まあ、日本語でもリーズナブルって言いますね。アフォードっていうのが、 ほら、余裕があるんですね。そう、買う余裕があるものですね。で、reasonable っていうのは reason 理にかなってるですからね。理由とかで,いいですね。だから納得のお値段ですね。だから、competitive っていうのは競争しても負けないっていう意味です。だから、競争しても負けない値段だよっていう意味です。これがだから、いい回ですね。で、次、はい、コロケーションです。こいつらがじゃあ一緒に使われる表現ってどんなんだかわかりますね。competitive、ね、prices ってなるわけですね。competitive prices 安い。 アフォーラブルプライセスとか、レーズナブルプライセスっていう風で、安いとかっていう風になるわけですね。もちろん、プロダクツとかね、製品とか来てね、アフォーラブルプロダクツとか、レーズナブルアイテムズとか、そういった形でも出題されますので、これがコロケーションですね。どういう風に使われるかっていうのを覚えておくことです。で、さっきのだ、コンペティティブリーだったら、コンペティティブリープライセスっていうですね、値段が付けられたっていう、この過去分子と相性が良くなったりするので、でコンペティティブリープライススアイテムズとか、 そういった形でも出題されるわけです。そうこういうのが toeic で持っておかなきゃいけない知識になるんですよ。とは違うっていうのは分かりました。あの入試とはちょこっとずれるっていうのはそういうことです。音がわかんないとそれぞれですね。発音わかんないと聞こえないですね。 で、意味を取るんだけれども、ただただコンペティブ、ああ、競争的なで覚えてきたの、入試では。で、TOEIC では安いとかっていう風に出てくる。で、言い換えを覚える。アフォーラボルとかリーズナブルっていうのと言い換えられるんだ。さらにはコロケーションっていうので覚えて、あそっか、ファイセスとかっていうのとか出てくるんだな。 でさらには品詞を覚えてコンピート投資、コンペティション名詞コンペレテブは形容詞コンペレテブ意は副詞っていう風に覚えるまあそれぞれにまたコロケーションがあったりするとねでこうやってですねいろんな知識まあもちろん最初は1個でいいですよそう優先順位をつけて覚えていきましょうっていうんですけど最初覚えていくときは1つの意味だけでいいですけどもその後できちんとこういった知識まあ最初覚えていく時に 音と意味はまあどうせ一緒に覚えるんですけど意味一つでいいですけど音と意味をつなげられるようにしてってその後知識を足していく時に言い換えだったりコロケーション品種だったりっていうのを身につけていかなきゃいけないわけですねこうすればまあトイックの単語っていうのをね攻略できるわけなんですねはいこういった形ですねえただいまの報道ではですねトイックに関する知識っていうのを出していきますからチャンネル登録して見ていただければと思いますはいご視聴ありがとうございましたうちのチャンネルの登録もよろしくお願いします